最後はですね、ポイント交換っていうところになるんですけど、まあいろいろ、まあ8本9本ぐらいのこの動画の中でですね、ポイントをいっぱい獲得してきたというところで、じゃあそれをうまく活用したいな。はい、まず T ポイントが溜まっちゃいましたということで、T ポイント私の環境の中であまりこう使い勝手が私的に個人的に悪いので、このヤフーショッピングでですね、溜まった時に1500円分ここで買って、バリアブルカードっていうんですけど、まあ、そんなようなものを買って楽天ポイントに変換してます。はい、ヤフーショッピングです。であとはこの、V ポイントってこれアプリなんですけど、三井住友カードのアプリなんですけどね、ナンバーレスクレジットカード 5% 還元のと、あとビザの普通のカードとアマゾン、これがここの V ポイントに入ってきます。でそれを ID という決済機能で支払います。なのでコンビニとかこの ID が使えるところでポイントをアプリで消化していくと。あとはクレジットカードを発行するサイトあるじゃないですか。その中でポイントを交換できるのがあるんですね。ちょっとね、交換率のその手数料がかかっちゃうんで、なるべくお安いところを選ぶ、または10日交換できるところをメインで使ってポンタに変えたりとか、楽天ポイントにポイントを交換して自分の使いやすいように変えていくと、まあ、こんなような形でクレジットカードを発行するときはポイントサイト経由で、クレジット会社の直接申し込みしないでポイントサイト経由でクレジットカードを発行していくと。で、たまったポイントはポイントサイト経由で交換、自分のいいやつに交換していくと。で、なるべく交換の、10日交換にしていくという形ですね。以上、ポイントを自分の使い勝手のいいものに交換する、 T ポイントを楽天ポイントに交換するにはヤフーショッピングでバリアブルカードを購入しましょう。三井住友カードやアマゾンカードのポイントは V ポイントアプリに移行して、それを ID 決済に活用できます。さらにポイント交換サイトを使って自分の使い勝手のいいポイントに交換しましょう。でした。